はい、バーグリーンの福島です。2020年ファクトからですね、リニサの新製品の紹介をしたいと思います。まずはね、スイムウェイト、ラストエース、まあ、140スイムって言うんですけどね、これはまあラストエース、まあ、168とか、まあルアーがあったんですけど、それのね、言うたら、まあ、同じ時期的なのを作ってたんですね。ラストエース168は、まあ、すごい激しい動き、これはどちらかというとおとなしくゆっくりスローに行くっていうための、まあ、いわゆるスイムベイトです。で、まあ、ラストエース同様、まあ、塗装を施して、まあ、リアル感を出したという。あとは、ね、まあ、細かいところで言うと、まあ、ラインスルーシステム、ラインを通して、トリプルルックかなをお腹に差し上げるっていう、まあまあ、とにかく、まあ、スローにゆっくり引くっていうために特化した、まあ、ルアーです。はい、でもう一つ取りましょうか。まあ、リップレスミノーですね、まあ、表層系で使うルアーなんですけど、まあ、これはもう IG 系というか、まあ、ただ巻きやったり、まあ、ちょっとアクションさせたりという、まあ、表層に特化したりとか、まあ、特徴的にはこの、まあ、テールですかね、やっぱり、こういうシレット、まあ、小魚のシレットをしたというか、まあ、こういう特徴的なテールを K ですね、K をつけて、まあ、バスが見上げた時に、まあ、ヒレを演出できるようにしました。フローティングモデルですね。まあ、あとは、まあ、この波紋、表層で使うのはね、まあ、こういう波紋ができるんですよ。この波紋をやっぱり残してバスを寄せて食わせる、そういうルアーです。でもう一つがね、これですね、まあ、ラストエースの、まあ、80F という、これのフローティング、まあ、素材を変えました。素材は、ラストマンなんで、もう完全に表層に浮きます。なんで、まあ、何ができるかというと、まあ、表層にルアーを止めておくと、で動かしても、まあ、動かすと沈むんですけど、また浮き上がってくれるという、表層に留めておくことができるんで、まあ、その虫的な小魚アクションをすごいつけられて、なおかつ、まあ、止めれるんで、その、まあ、一箇所に留めて、まあ、誘うっていう、これはね、まあ、前回のラストエース75っていうのは、まあ、ディッピングしてるんですけど、まあ、これはラストマンはなかなか難しかったんで、まあ、80っていうサイズにして、まあ、そのディップしたようなウエイトに持っていった、まあ、キャストはすごいしやすいです。これも、まあ、塗装と、まあ、プリントを施します。はい。